ュアソウル歌います。あ、ピュアソウルだよ、うん。見えんの？あ、本当だ。あ、また入ったの？見えないです、ここ行って。待って、もうね。体型でした。不思議な雲ですね。何また入ってって。今あれでしょってバッツけてたら16曲中7曲できてる。本当？あ、ごめん間違えた。6曲だ。結構。
あの時々は強く残酷なリアルに歩き出せない君の愛が、だから刑事よ、誰かの愛を下げして。
したくて君の腕を掴んだ言葉は言葉は頭打ちに。どう頭打ちに手応えあり。ハマりはいいとは思うけどね。ただなんかそのハマりの良さを逆になんか嫌だったら最初では現場言葉は今なんか叫びっぽいの入る。オーバー呼ぶわぁ違う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 。来ましたね。はい。時に愛は二人を試してる未交際。Love you。悔いはない視線を振り切って。嘘も真実も駆け引きさえもいらない。今はお前が誘うままに溺れてみて。ジャーンみたいな。あ、そう。口さん今年もガンガン稼いでね。ハッピーバースデー井口さん今年もよろしくね。あんまり悪いことしないでね。ハッピーバースデー。はい。
うわー、見えるね。うん、フルニオイド。あぶねー。もうなんか集団心理っていうのも目に見えるね。うん、車の前の人を全然追いかけないっていう。人人人だ。うわ、すげー。警察いた。思い出作ろう。加藤さん、はい、酔ったらごめんね。オッケー、俺も酔うから。皆さん期待に胸を。カメラマン。いや、楽しいですよ。正面と右前の方、避けていただけますか。申し訳ございません。左は、ほら、あそこ、あそこ、あそこ、ほら、いっぱい。
ウィリーウィリーダニはめちゃめちゃかっこいいウィリーいるのかな。あれ一緒に泳いでるな。あれ子供小さい。ほら来た、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 あら下いました。遠い。お、来た来た来た、ほら来た、ほら下にいっぱいいる、下にいっぱいいるよ。ほらほらほら、おお来た、すごいな。襲われる。あ、ひっくり返ってる。すごい、頭いいね。ああ、いいね。変じゃないの。あれ、なんで映ってんの。え、これ何の時。これはね、アイミンダブルのレコーディングの、うちの増渕くんが参加した時の。そう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 。おぉ、などうですな。遠いね、楽屋まで。遠いよね。裏の楽屋見に行かないか。久しぶり旅に出る。何これ、これなの。うん、いやでもまだ飾りつけるかしてない。そうだよね、現場だよこれじゃ。外に誰もいないのかな。いないんだよね。あ、そう、人気なし。不謹慎だ。天気予報では晴れるって言ってたんだよな。なんか山本ちゃん、隙間から降ってくるんだよ。何がですか。ちょっと硬いんだわ。あんまり水が硬くないから。デレデレやん。デレデレ。うわー、怖い、あ、怖い。
涼しい感じ。早く動くすぎ。どこどこ。まだ。はい。よ。ここに売店出るんじゃないか。ねえ出るね。焼きそば屋。危ねえ。危なかった。ドラムないまだ。まあドラムなしですか。すげえ。昨日バギーで転んで体痛いです。昨日来たんだ。昨日来た。昨日カイトあげようと思ったら風がなくて、うん、全くなくて飛ばなかったもんね。うん。今日は雨降るぞ。すごいぞ。雨？何言ってんだ。うん、ほんとほんと。ほんとよ。何ともこうもないこと。今日夕方から大雨注意報だもん。うそー。北陸東北。え、もう時間過ぎてんの？すみません、もう。あ、まだ2分ですよ。いや、6時2分でしょ。出たのはもう6時です。でも安全で。いや、でもほら、並んでる時間が違うじゃん。そうだよな。うん。だから1分でも遅れると。そうだよな。やべ、広瀬さん。物理入ってるよ、ね。はい、お願いします。雨降んないで。8時45分に終わって今11時半。いや12時20分です。12時20分です。11時半じゃん。すごい。上は違う。すいません、すいません、そう言いました。すごいね。3時間ちょい。まだ渋滞。まだ改善のチャリですね。いや、改善できないでしょ。改善もう道がないから。取るな、取るな。いいんだ。やめた。取るからやめた。歌を作ってるみたいなところをね。やだ。どうとか。いけ。ケチ。俺に来た。レミオ。
始まんないっすね。ねえ、雨降ってきたよ。そう、天気なんだけど雨降ってきた。小池さん、マージャンカバー外してもらっていいっすか。いい。よろしくお願いします。はい、多分先に足折れてるもんね。折れてるわ。前から手がないじゃない。泉さんすげえ感動したよね。マジで。でも、いや、あの気持ちいい人だね。気持ちいいね。うん、なんか素直、なんかこういう時素直になってるね。いいね。しかもさ、俺らがバギーのことで謝ってもさ、いや、わかるよ、うん、って言って、いや、でも分かってくれたんじゃないかな、ほん心の底から。うん、嬉しいね。うん、みんながみんなさ、なんかやっぱり泉さんの心を持って、うん、頑張りたいもんだね、この先も。本当だね。うん、そのもう愚痴を言うな。愚痴を言うなよ、久し。俺疲れたと腹減ったしか言ってないんだけど。サミーと。そう。昨日俺も殿も長井さんに怒られたよ。怒られたね。あの後。うん、俺今日気をつけたよ。なんで怒られた？言われたって。なんだよ、の何ためとモタルは違うんだとか言って。それは音楽じゃないとか言われた。うっせ。あらら、厳しい。
パス。ひろし、ひろし、ほお、ひろし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 、早く帰ってきて。息子よりグレーのツアー行ってるとね、息子のバラ、俺が家帰るとね、お父さん今日泊まっていくのって言われるんだぞ俺は。F、D、マイナー、G、C、繰り返し。これ、F の次 F マイナー D あ G か F入ってる。私が来るうち誰か違う名前というかいいじゃんいいじゃん久しぶり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 香ばしが来る時代のよちょっと待って待って面白いよ。うん。これでいこう。はい。子供でも。はい。小橋が来る時代が来るようです。それは幻。
るのは意味はない。あなたのアイチの思いなくしすぎるものもない。どんな続きのものだ。
あ、でもそれなりになったね、数多いと。かっこいい。トモくん、かっこいいよ。嘘。いっぱい並ぶと。信じられない。新しい投稿かと思って。よし、みんなミーティング集中して。最後です。長かったこのピアソーツアー、スタジアムツアー、本当に皆さんお疲れ様でした。今日は本当に何も失敗を恐れずに楽しくいきましょう。じゃあまだまだ何も恐れてない。はい、ということで本当に最後です。思いっきり楽しみましょう。行くぞI'm not afraid to die.
ビシッとやろうよって俺が言ったら、大さんがいいじゃん、そんなの楽しいんだからって言ってね、ちょっと大さんがね、俺に対してすごく怒った、ちょっと怒ったってことがね、やっぱりね、俺の中ではすごく思い出があったけど、でもすごくそれからお互いすごくなんかね、お互いのお互い多分なんかそれを言ったことに対してすごい気使い合ってたと思ってたから、それからさらに俺も前向きになったし、大さんもすごく前向きになったっていうね、今のこのライブにおいてのこの自由像っていうのがあるのはね、やっぱり第三のおかげがすごく大きかったね。第三いなければ俺はこんな髪型もしてなかったかもしれないし、うん、ここまでなんかファンキーなベーシストにはなってなかったんじゃないかなと思います。第三に本当に音楽の素晴らしさっていうのはもちろんのこと、音楽の楽しさっていうのをね、すごく教えてもらうよね。本当になんか今のこのピアソールっていうのはね、その当時からなんか大さんが言ってたような、そんな気持ちがね、そんなことを教えてもらったと思いました。生まれてきてすいません。ダブみたいになっちゃう。うわあ、ここで聴いてると、それ全員が一気に音出すんですよ。そう。
ただでさえ俺たちのドンっていうのって全員でドンってやってもずれるじゃないですか。いや、ドームだとそれがわからない。いかん、それじゃいかん。聞こえますか、ルーズ。聞こえました。そうそう、こんなとこに機械が壊れちゃったみたいなことだ。なるほど。パーフェクト、うん、パーフェクト。これ以上上手くなったらやばい。グレイ、もうリハーサル飽きた。取り戻した。これだ。これだ。アンコールで取り戻した。まあ初日にしてはすごくいいステージを見せられたんじゃないかなと思いますが、でもやっぱり賞に徹するあまりこうライブ感に欠けたという意見もありながら、あ、これだ。だからね。なんですか。集中する。ということもあり、もうちょっとライブ感を重視した、感じにしたいなと思います。でもお客さんの反応がね、あら消えた。テーマが宇宙空間とかあってさ、やっぱりその中のね、こうストーリーの一環として自分らは登場人物なんだって言ってさ、キメキメやってたさ。なんかね、
いつものグレーじゃないって言われた。済ましてもダメだって言われたんですけど。あ、なんだ、ちょっと考えすぎた。俺なりにね、初日はカッコつけたもんね。カッコつけたんだよね。なんか、もっと心を開けよって言われてね。ということで、シークレッツ、シークレッツ5、ファイブ、タッキーの登場です。ありがとう。くんの方ができないか。ありがとうございます。嬉しいな。27だよ。僕でも語れ。27の抱負、そうだな、アイドルと友達になりたいんだっけ。ありがとうございます。お付き合いください。火の玉来た。閉めてください。煙っすね。煙すごい。高くのお願い申し上げます。あんまりね、反応が分かんなくてさ。オッケーっす。だって遠いっすよ、ほんと。でもね、徐々にこう気持ちのキャッチボールがようやくできてきた。まだ2日目だからね。うん、いつもカメラを忘れるとよ。失礼します。たまには休んだろと言ってます。すいません。メンバー紹介のところでなんかうまくいかない、悔やまれるな。お疲れでした。さっても頑張りましょう。乾杯。大成功。うわうわうろんちゃだこれ。うわ今日ライブ中か。俺にガッツリ怒られた。なんだよ。そう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 。小森さんがすごいアイコンだったの。いいプレイしてる間に相手に思いっきりアイドワーと。雨だよ。え？あっさりにしとけばよかった。ラーメン。俺15だったな。曲が浮かびました。
そろそろアルバム用の曲を書かないとね。ん？アルバム用の曲を書かないと間に合わない。Thank you.
みんな素晴らしいように過ぎだったな。うん、いや良かったって言うと思うけど、これじゃダメなんだね。何？そんなこと言ったらぶっ飛ばすけど。お前がやれじゃん。そういうふうに言う、言うけどさ。でも今日はね、そういうこと言わないと思うな。でも言わないんだけど、なんかあまあね、良い時は何も言わないからね。だからラストじゃないから。ノー。でね。なんかその土地でライブが盛り上がるっていうのはさ、東京にとか全国にレコードが出てくるとかじゃなくて、やっぱり絶対段階踏んだものでしか作りえない何かがあるよね。特にライブなんていうのと、なんか客入れられる人が入れてもこうはならないって。ならないね。うん。それはあるね。じゃあこれはビンワンからね。だって途中飛ばさんとなんか何も飛ばせた状況だったじゃん。ね、それをこう俺らもそんなこと飛ばすのこと考えたことなかったし、次は次の段階に行くんだっていう話を考えてなかった。すごいリアルな幻想だったりするんだよね。ロックってさ、あんだけさっき夢のような時間に空間がいたのに、いたくせに今このめちゃめちゃこのリアルな感触っていうか、また明日が来ちゃう、その現実みたいなのさ、今日のライブが次のどのドームやる時もやっぱり一個ハードルになるだろうしね。あの時はこれだけできたっていうのは、まあ結局だから、なんていうの、やった結果がどうこうっていうか、そのグレーがどうしたっていうのを、それぞれ個々になんか一個植え付けられるのがないしね。それがロック的な感じがする。個人個人になんか新しい目標が芽生えるような気がするんだよね。そういう気しかしないしか、グレーで一つ結果を残したっていうのは本当ライブ終わって10分ぐらいが余韻とか余韻があったんだけど、次からはまた一人一人頑張っていかないとっていう。確かに何かがあったね。何かあったね。今日は今日は、今日は何か、俺もそれを感じた。そう、何か一個こう自分の中で後々なんか残しておきたい何かがね、何かあった。ちょっとね、これもどうかと思うけど大丈夫かこれ。あ、よしよしよし。これが入ってないから押されなかったわ。あ、なるほど。きたー。で、もう一回押そう。出てくるんだな。そう、一本一本こんな感じでやってたら将来どうなるんでしょう。
10年後はこんなライブできないよね。ねえ、マジで寿命縮みますよね。こんなに何でもないんです。次のアイデンダムのこの客のコーラスがどのぐらいの量で帰ってくるかわかんない、ね。また少しでいいよ。気持ちは伝わるからね。声は小さく。声は小さく。
痛いから。コールドスプレー、コールドスプレー。オッケー、ナイス、チロー。ユシェイ、ユシェイ、ユシェイ。Two, one.
また必ず戻ってくるぜ。その時また会おうな。東京ドーム。シェーキュまた本当に会おうぜ。今日のドラムは絶対忘れねえからな。おい、次は必ず会おうぜ。シェーキュほんとはもっと一緒にいたいけど、今よりもっとすごいぐらいになって必ず帰ってきます。今田倉さんと一緒に間に合います。え、少々お待ちください。はい、お疲れ様でした。
はい。と、お疲れさまでした。偉そうな感じ。なんか偉そうだね。あのね、後ろがね、置けないんだ。家とかね。そうだね。うん。いや、懐かしいホール。大丈夫です。すごい違和感を感じるね。いいから。一昨日入る予定がさ、うちの坊主扁桃腺腫れて40度熱出しちゃって、お医者さん行ったり大変だったの。おたふくとかやったの？ん？おたふくとかやったの？おたふくはやってないまだ。サボさん OK です。やっといてもいいよね。そうそう、これサイン書こうとしてますよ。いいですよ、ジロー、ジローの長井さんは、長井さんは、長井さんは神で、小森さんは、小森さんJ の17番なんで入ってきます。ジローの J に俺のラッキーナンバー17番。俺暑いの苦手なんですよ。沖縄は暑い。沖縄暖かいじゃん。このぐらいでもう、もうダメか、落ちてるようじゃん。そっか、だな。ありがとう。はい、先輩。OK、ベースまで。それじゃあ、これからも。よし、じゃあ、皆さんで終了しましょう。じゃあ、今日も本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沖縄公演、マスク、よろしく。よろしくお願いします。ハハ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 ハ
さあ今日は何回飛び跳ねるでしょう。あんまり厳しくないミスター。はい、今日からはい、頑張ってもらう。はい、楽しんで。楽しんで。はい、大丈夫だよ。笑っちゃうよ俺なら。高コードついてますよマジ。これ出るって言うんですから。いいじゃないですか。めちゃくちゃだよ。前説とかね。よし、どうなるかな。じゃあ俺向こう側で迎えてやろうか。迎えてっていうか撮って撮ってよ。うん、撮るよ俺が。こう俺の生き様を。うん、じゃあ向こう側に行って受けてやるな。みんな早く出てきてね。6050歩。余分に腰振ってなかった。振ってなかった。ズボン。ゼロポイント。ゼロポイント。若林さんゆっくりいてよ。ね。一生懸命ラジオを聞いていますということですね。それからファックスネームにゃんこのお嬢さんからもいいなあいいなあ千葉さん、生グレーをもう至近距離で見られるなんて、お話もできるなんていいなあいいなあ、もうトイレだって行けないよ今日は、というにゃんこのお嬢さん、ほかたくさんの方からリクエストいただきました。グレーでイエスサマーデイズでした。この後6時台はですね、皆さんの方で進行していただくのでよろしくお願いしますって締めて5時台終わりです。その間ずっとステージ上でですね、座ってていただいて、どうやったら友達がたくさんできるか、友達が100人できるか。はい、田口の100人。はい、笑顔は絶やさない。一つ笑顔を絶やさない。二つ、はい、二つ愛する。愛する。三つ気を使え。グレイにお願いしたい2001年の夢、はい、2年後も今の4人のメンバーで活躍を期待しています。いつまでもファンでいますという、こういう夢を送ってくれました。偉い、そういう、素晴らしいね、そういう人を待っていた。僕はですね、あの、はい、沖縄で買ってきた T シャツをプレゼントします。あ、素晴らしい。
去年のツアーの時に来れなかったんですよ結局。北海道はね札幌と函館は行けたんだけど、その他の場所が全然行けなかったっていうのもあって、これは回らんとピュアソウル終わらんだろうってことで、それでね、よし、行ってください。プレゼンさん、はい、最初だよ。飯だー。イエーイ。東京不動産。久しぶりじゃん。図書館もあって、普通の遊園地みたいなちっちゃい公園があって、そこで遊んでると、もう結構先延ばれますよ。酒臭いよ。俺ビール飲んだの。うわ。伊藤だってね、だってね、ちゃんと君たちよりもね、1時間前に空港来てね、伊藤は仕事もする前から飛行機が降りてくるとか、いろいろ撮って罰として北海道で一滴も酒飲むな。アップアップアップじゃあ、宗谷岬レッツゴーで、ウェーイ。久しぶりだろ、こんなに雪ののっぱら見たの。ねえ、すごいね。でもお、いい看板。なんかカモメが飛んでるの見るとあれ思い出しますか。無限のデジャブのビデオ。無限のデジャブ。うん。さすがにサーフィンやってるやつないんじゃない。近いよ。そういう波じゃないんじゃない。違う。ここはもう開かないの。そう、これ街だって。え、商店街とかない。そうでしょ、商店街なんかないよ、この辺は。わーって、でもなー、なおさら楽しみだ、ライブ。いや、不安になってきた。絶対ゲームとかできないだろうな。いや、でもこういう機会なかったら回ってなかったかもしれないですね。今日一年、いい思い出作ろうよ。また来てくれるような。今日一日、あ、明日一日で向こう20年分のライブ。マッシー、マッシー、もしかしたら押すだけでいいです。カチャッとだもんね。かっこいいポーズを目指せばいいです。あ、それつけられても大丈夫ですよ。寒い。はい、行くぜ。足じゃないじゃん、これ。いいねー。広瀬終わり。終わりだ。書かなきゃいけない。カモゲだ、うん、カモゲ、カモメ取った。あ、全然早いや、こっちの方が、うん、柔らかな風がこの場所で、いいね、海は。
200円や。おっ、来た来た来た、やったー、ありがとう。ごめんなさい。何よりだ、明日のドラムはすごいぞ、きっと。はい、I'm in love、入れたってなし。はい、頑張れ。俺じゃん。そのぐらいの顔さ。俺もう歌うかわかんないです。ジャンクアートやるかもしれない。あ、詳しく I'm in love。 ジャンクアート、そう。ねえ、なんかね、思ったのはもっとさ、今回ラフな感じじゃないですか。だから今日はすごく天気が良くて春っぽいねっていう話から今日やろうかって言ってたんで、だから位置的にそういう中に入れ込むんじゃなくて、うわぁ、何が始まるの、この辺あんま目立たないところ、むしろ目立たない方がいい、むしろ目立たない方がいい。ここら辺でいいですか。任せとけ。歌はね、どうしようかな。とりあえずジャニーマンだよ。わかない、どんな子が来るんでしょうね。はい、もらった。ヒルさん入る。入るって入っちゃいけないってことです。すげえ。最北端です。うん。最北端ラーメン。最北端を意識してライブをしましょう。どう、難しい。最北端の時代する。最北端だけ。それでは行きましょう。ほんで今回このねぐらいのライブを見るのは初めてな子がたくさんいると思います。その子たちのためにも本当にいいライブをしたいと思います。じゃあ行きましょう。行くぜー。おい。行こうかヒロ君。うん。ヒロさん、いいよ。ロック来ないでしょ。ロック来ねえべな。函館以上にロック来ねえべな。よし、そんな皆さんだけにガンガン暴れていきたいと思うぜ。よろしく。
エアニッポンからお客様にご案内いたします。エアニッポン千歳行き、全日空からご出発のお客様にご案内いたします。機内にお持ち込みいただけるお手荷物はハンドバッグ、肩など今日日曜日だよ、身の回りの品ほか、アタッシュケース程度の大きさのもの1個に限られております。アンリミテッド立ち上がるんですけど、今メンバー話したいって言ってる。メンバー変わりたいって言ってるの変わっていいですか。はい、もしもし、あのグレン・タクル、ギター・タクルです。あのお母さんが脱臼して来れなかったってことなんですけど、お母さん大丈夫ですか。大丈夫。いやもうなんか随分楽しんでもらえたようで、一言お礼を言おうかなと思う。今あの空港なんで、もう次の場所に移動しますけども、はい、次の時はまた、はい、その時はぜひ脱臼直して来てくださいね。はい。あ、いや、こっちのような場所あってもないようなものなんだけどです。あ、ほんとにこれね、走るの力だよ。あで十分。糸の子とかも買いに行かない。糸の子必要か。あ、軽量か。軽量か。カーボンシャーシとかって。楽しいぞ。みたいな、うん、ほらできた、完成完成、かっちょいい。新曲を捧げます。60度の差がある。
ライブ中こんなことを考えてますよ、はい、彼は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  I'm just a I'm just a smile I'm just a I'm just a I'm just a トルナッツポンはいはいどこだるんだだるんだだなおぉはいビームなってるよ電話だよはい電話来ましたはいすごいね入るんだねえこの山本すごいなぁ、ね、ウリジウムポン広さが映ってるウリジウム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 いつ始まるんだ指導あってねえだろ雪合戦雪合戦いやだけど雪できないよ先生半袖だ先生半袖寒い寒いだよ乗ろうさあまだお昼まで120キログラムで稼いいからやったいやいや歌ってない。
それがいいんだよ。俺はクロリアーって言ったら、じゃあ F で F でしょ、うんうん、F でやろう。イントロずっといんの最初はなんか永井さんが、うん、ドゥダーンってなるまでまでね、うん、なってからは同じ。じゃあちょっと口でやってみようか。はいよ、はい。じゃ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 じここだ。ああ、すみません。はい。これだ。あ、それだ。これだ。これだ。どうぞ。はい、お願いします。やったー、やったー。俺、こん、あ、分かった、こっからだよ。まさにここ。せー、うん、全然足場悪くないじゃん。そう、考えてみたら、去年の5月18日は、ファースト最後までできなかったんでね、今日が初めての復活です。よっしゃよっしゃ、ステージの部分だけ綺麗に色が違うっていうか、そう、こんなこんな感じだった。なんかこっち向かって、ま、前ここでお客さんここぐらいに、ああ、うん、そうだそうだ、もうそうだよ。ピエタがあのガラスをこうやってこ
これやってたんだ。アンコールの時さ、外で待ってたよね。待ったよ。帰るのめんどくさくて。寒かった。ちょっと邪魔だ。いけ。いいっすか。はい、撮りまーす。Thank you。よしよし。今日が最後のピアソール。待ってましたね、この時を。長かった、この1年間の本当に長かった。頑張ってトシ。よし、まだな。まだな。今日こうね、歌いながらもよく頑張ってくれました。今日はですね、本当にこう、今までこう、いろんなところに旅を回ってきましたけども、今日はその一番いいライブをしたいと思います。最終日に函館になった理由、それを考えながら皆さんプレイしましょう。いただきます。ん？ファイナル照れるからよ、ね、よっしゃーい。ありがとう。
知らないでください。ありがとう。知らないでください。お疲れでした。お疲れ。団地に向かって言うな。ちょっと飛ばします。お疲れ。うるせえな。終わった。ひろさん終わったよ。おお。みんな本当にお疲れさん。お疲れさん。楽しかった。楽しかった。はい、ありがとうございました。バンドっていいね。あとは楽しむだけです。頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヒロさんの夢は叶うよ。なんで夢受け負い人だから。じゃあ何としても落とすんだよ。Thank you.
なに不自由のない暮らしだな。だけど何か満たされぬ、そんな夜もあるだろう、そんな夜もあるだろう。何を恐れているのかも分からず、街を飛び出した。一列かもうとしている
医者はいい。